交渉に反対するのはこういう人が使いとその仲間たちであります。一般人にはまるで関係がありません。スパイ防止法を制定されてもスパイをしない人には一切関係がありません。反対する人はスパイかその仲間であります。かつてですね、テロナの準備罪、これを作ろうとしたときに福島みずほという国会議員が、それができたら協力できないじゃないかと言ってですね、協力しなくていいじゃないか、みんなに叩かれて思ってるのは、ひとまずは協力を発するつもりで満々だったのでしょう。ですのでテロナの準備罪を共謀罪と呼んでですね、居酒屋に話しただけで捕まるとか、電話を鳴らして反対しておったんでしょう。日本海の人はスパイ防止法を強く守ります。スパイ防止法制定に反対するのはスパイかその仲間たちであります。もしくはこれからスパイをしようか、そういう方がスパイ防止法に反対するんですよ。スパイ防止法に反対する人がいたらば、我々はスパイする気なんですか、あなたスパイなんですか、そういえばスパイファミリーってあれやってませんね、あなた何者ですか、聞いてあげるといいと思います。日本海の人はスパイ防止法制定を強く求めます。